この番組の企画は乗り打ちで3枚プラス3900枚以上を目指す。達成したらなんとオリジナル T シャツにサインを入れて3名様にプレゼント。前回は達成ならずだって、今回こそは絶対に勝つぞ。いくぞ、いきます。早いって。立花通りますよ。あ、すいません。うちの立花が、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。皆さん、はい。立花が通りますよ。皆さん、アップ始めてください。うちの立花通りますんでね。皆さん、よろしくお願いします。お願いします。で、しかも今回に関しては、いましたね。もうないって言われましたよ。うわ、ないって言われてる。俺、3キロ欲しいな。イヤースドン。あ、まあ、あ、惜しい。惜しかったですね。ニアピー、ゼロ。ドン。いや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 。立花さん、何狙うの？何狙うの？いつも通りノリノリのやつでお願いします。バルブレイブいくんじゃねえかよ。いや、わかんないよ。バルブレイブいくんじゃねえかじゃ。誰もバルブレイブなんて言ってないです。バルブレイブかバキしかねえだろ。いやいや、そんなことないですよ。オキドキゴールドとかしかねえだろ。すごい、いろいろバレてる。バレてる。いや、まあ、まだわからない、はい、でもあなたの色ですから、はい、そこはお任せします、はい、私に関してはやっぱりですね、はい、まあ、6.5 億、そしてスマスロ鏡あたりがですね、いいです、多分後輩分だと思ってますんで、そこら辺狙えたら行こうかなと思ってます、はい、とりあえず本日もノリノリでいきたいと思います。頑張ります。おはようございます。本日もお願いします。元気にいきますよ。僕は十数年前まで専業してたんですけど、ここでね、立ち回ってた時期もありました。もう間違いなく強いところは今日ジャグラーです。まずジャグラー、空いてるんだ。空いてるんかい。悪い悪い、空いてんかい。じゃあ3代目、どうしようかな。真ん中にしようかな。回数的な、ここ3台のうちどこか抑えたかったんですけど、俺入ってすぐなんですよ。で、見てわかるんですけど、右のジャグラー、前ジャグラー、もう今日先ほど言った通りジャグラーが大人気。ここにします。よし、今日は平鏡でやりまくっております。飛行なの系邪魔になっちゃいますね。おはようございます。ゆうてんでございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。また角ですか。また角にバルブレイブがあるんです。また角にあるな。ちょっと様子を、ちょっと様子を見に行きますね。ちょっとバルブレイブやってみてダメそうだったら今日は早めに移動しようかなと思うんですが。いいですね。私の番号じゃ絶対取れなかったモンスターハンターワールドアイスボンでございます。もちろん満体。これ隣の島に行きますとバイオハザード RE2 と新オニミサ2があるんですけど、こちらも満体ですね。うん、メインの 6.5 号機はほぼほぼ満体ですかね。セイントセイヤ冥王復活もですね、ユリカナンプ消えております。期待値がバチコリとある台でございます。前立の可能性が、あ、もう 2,3 ゲーム回っておりますね。ということは、期待値の塊をもうしっかりと塊を取られた後と、やはり 6.5 号機が騒がしい感じですね。あとはジャグラーコーナー、今日は多分ジャグラーがもう間違いないと思うんで、よしよしよし、まあまあとりあえず僕は鏡行きましょう。空きがそんななかったんで。本当に、はい、いや本当ほとんどないっていうか、いやいや逆に嘘こいてない。え、なんか嘘こいてない。嘘はついてない。嘘ついてない。ただ一つだけ、目はめちゃくちゃ悪いです、はい、目が悪いのは確かなんですけど、でも嘘はついてないです。嘘はついてない。え、うん、じゃあ、はい、僕まだ本当に知らないけど、はい、見てないけど、はい、何を抑えたか予想していい、はい、あ、どうぞどうぞお願いします。オキドキゴールド。あー、オキドキゴールドか。2択だったんですよ。2択だったんですよ。な、何取れたんですか。バルブレイブ。バタかよ。おめえよ。おめえ乗り気だぞ。どうしました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 。女だからって容赦しねえぞ。わーわー。おい。これあれじゃないですか、立花さんのおかげ、立花クオリティってやつじゃないですか。どうしました。あ、それ埋めちゃったの、立花リオのおかげ的な、はい、まずいな、道連れが増えましたね的な。あ、当たるかも。
アンビリバボー聞こえましたよ。朝一のユリカのレバー音がこれ響いたかい。いかがなもんだい、やったよ36ゲーム。まあこれ設定差ないと思われるんで、はい、はい、当時2本、素晴らしい。ここで青が来ちゃったりしない。いやお上手だ、ありがとうございます。前回だと、はい、隣かな、しごろ確定したのか、バルブレイブ。そうなんですよ、だから今日はいかがなものかと、はい、でちなみに今日も、はい、私の隣、はい、角2の台が朝1台目に埋まった台なんですよ、うん、あの動き的にもうバルブレイブ一択っていう動きをされてたんでバルブレイブ顔してる、はい、バルブレイバーの方ですね、うん、あなたもだよ、 え、あなたもその顔だからな、まあ、あの会員ナンバー00なんで、うん、バルブレイバーこの T シャツを着てくださった方々 の、 その呼び名的なやつ、うん、もうノリノリなんでよくないかいと。いやもう全然いいと思います。私たちの軍団名ノリノリ団でございます、よろしく。ちょっと待ってください、もう40ゲームかい今回、これ走り切るのかいと。あら弱点しかいけなかったな。あー踊ってない、あー残念っぽい。あらでデフォ、うん、118枚でございましたと。なるほど、いやまだまだ天国天国、そうそうそう、幼女戦記最近気になってるんですよ。なんかあれだな、共通点というと、いやその出すのが難しいっていうところなんで。ああそうですね、そういう点ではやっぱちょっと燃えますよねあれ一回やっつけてみたい。自分で分かって打ってんだもんな、難しいって分かってんのに。それも分かった上で、うん、もうやっつけたい。あれ今日幼女戦記はさっき見てもらった時は2台埋まってて2台空き台でした、はいはい、だからそこもありなのかなって思ったんですけど。立花さん、はい、レインボインレイ、レインボインレイの、はい、これ天国だべ、天国行ったべ、これ感謝、どういうこと、軍団員に感謝。10人ぐらいですけどまだ、はい、ありがとうございます。おい91回転でございます。青七カモンプリーズプリーズ、どうだ、あら赤滑っちゃった。いやいいでしょう、まあ、天国ですね、間違いないと思います。モード1個とりあえずよしよしですよ。番長シリーズの申し子なんですか。いやどういうことですか。あんま出ないんだけどね、これもしかしたら、もしかすると2スルーするかも。あらららら、あらららら、ら今55ゲームゴーゴーチャンス、うん、ゴーゴーチャンス、動け動け動け、あ止まった、あ、構成テスター出たよ。およしよし、いいよ、いいですいいです。219、これまあ6だと多分実戦上ですけど、はい、4回ないし5回に1回は何かしら出ますんで、はい、悪い台打ち続けられないんですよ。いやでもそれが普通の感覚だと思います、ね、もうあの冷めちゃって、パチスロって何が楽しいですかって言われたら、はい、私は高設定狙ってる瞬間なんですよ。なるほど、いや私も昔に比べたらだいぶ設定狙うようにはなってきたんですけど。本当ですか。あの諦めるまでのスピードがめちゃくちゃ速いんですよその移動することを、ね、そうです、うん、移動できなかったり、あとはもうまあいっかこれで今日頑張ろうってなったりとか、自分がここまで育てたんだからもう最後まで面倒見ようとか、ああっていう感覚が、そうやっぱね、パスロに関してはやっぱお母さんになっちゃってんだ。そうなんですよ、そういうことか。手塩にかけてね育てた子だって誰かにねさって横取りされるのはちょっとすごいけどね。 6.5 号機だったらもう手塩にかける前ユリカンリセットされちゃうけど。そうなんですよ、うん、何だったんだろう2枚目入りました。早いです、いらっしゃいませ。これな本当に今作天国ループ本当しなくなったからな。え鏡ですか。はい、僕高設定打ってるせいなのか6打った時は1回もしなかったっすね、はい、100ゲーム以内でゲーム数で当たったやつは1回もループしなかったっす。これサラバンの時もそうだったじゃないですか、はい、6が一番ループしづらかったと思うんですけど、それ多分踏襲してますね。なるほど、だから多分ループするとうーんっていうところは出てきますよね。これは厳しいでしょう。はい、ということで天国はループせずですね。最高獲得が 13,547 枚、素晴らしい台だ。ということは立花さんあれですね、その台の記録を塗り替えてコンプですな。そうですね、もう本当2023年の目標がそれなので、
あなたもうしょっちゅう打ってんだから、はい、うん、すると思うよ。そうですよね、うん、違うんですよ、私この前仕掛けたんですよ。え、マジで？はい、であの時間の都合でできなかった。移動的な。そうです。だからもうめちゃくちゃ悔しくて。うわ、それはスケジュールの調整をしっかりしてください。はい、男と付き合うためにも、はい、そのコンプリートするためにも。そう、彼氏がいないって何なんですか、うん、え面白いな、リノさん。いや、皆さん、あ、じゃあここに載せてください、立花リノのスケジュールでございます。はい、あ、ありがとうございます。はい、男いねえだろ、こんなの。おい、いねえだろ。まあ、今月の休みは4日間ですね。4日って移動版だろ、それ、はい、なるだろ。さあ、いけました、アキラのチャンスゾーンです。悪くない、取りましょうよ。はい、取ってみせます。244ゲームから現在投資が1万7000円です。ゴー。はい、1ゲームに素敵よあなた。はい、よく引きましたね。追加でドン。いい風が吹きまして、あー、おめでとうございます。ありがとうございます。祝福のウィングが。何が揃う？ウィング。何が揃う？ウィングは翼なの。さあ、7が揃えますよ。あー、はい、よし、よかった、革命ボーナスです。おい、さあ、決めてみせる。お、え、どうしました？なんだ、光ったね、リプレイで。何これ、初めて見たんだけど。本前兆、当たるやつじゃないですか。当たるやつだ。頑張れ頑張れ。ノンホールドでここまで来れてるのはベルの引きがいいからですよ。ノンホールド、ノンホールド、ノンホールド、イエイ。いいね、頼むぜ。おい、わー、矛盾。はい、ビクトリーが6つでございまして、サトシが5音で252回転で、うん、ビバビクでございます。ありがとうございます。やしいね、やしいな。ほんと上手ですよ。見えてきてるよ。あー、やめて、怖い怖い。よし、煽りなし、いける、いける、いけるな、これ。え、私フォローしてないですもんね、いかもね。よしよしよし。え、マジ、あと1ゲームです。バリウマじゃん。はい、いっちゃった。いや、ちょっと、え、ちょ、え、ナイスナイス、やりました、橘、うん、ナイス。いや、これ素敵よ。6ゲーム目なんだよな、これ。これレア役だわ。おー、ピーター、ブラボー、ブラボー、サンキュー。 6% を制した男、あら、黒バラ軍団のリノです。ちょっとちょっと始まったんじゃないですか。ありがとうございます。おっしゃ、あー、ちょっと待って、俺はね、立花さんの状況の方がね、正直この AT より大事だよ。あ、本当ですか。今、スタンパー行く前にレア役引いちゃいました、1ゲーム手前で。あらららら、取ればいいんですよ、自分で行くぞ。どうだどうだ、大丈夫、流れを考えて、諦めないよ、私も。嘘だと言って怖いから。あんた 77% よ。どうなってんの、あんた本当にね、どうなってんの、あんた。ゼロです、660枚。ええ、いや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 、え、駆け抜けのリノ。はい、駆け抜けのです。何やってんだおめえは。いや、ちょっとこれ怖いな、いろいろと。あ、それ、はい、あ、そっちの方向、はいはいはい、キョチェリーね。上手ですね。よしよしよし、とりあえず20以上乗りましたよと。これ後出しですね、後出しサクサクでございます。はい、一応天国だった場合のフォローは完了いたしました。20ゲーム以上が出てくる。これカモンループもないんだもんな。後出しだった場合ってループ取ってたらどうなるんですか。いや、その見せ方がわからないんですよね。気になりますよね。見たことないんですよね。いや、天国であって奥んなまし、ヘブンヘブン。いや、50ゲームください、私に、私に、いや、どう、頼む、ない、天国否定です。あ、しかも長押しして、あら。で、まず AT 終了後、はい、9ゲーム以内かなに全チャン始まったらもう、引き戻し確定になります。はい、で、まず抽選方式が、抽選の仕方が2種類あって、うん、まず前兆開始抽選が1から、まあ、0から16まであって、プラス前兆が36で、はい、合計の最大の前兆が54ゲームあるんで、うーん、一応そこを加味した上で回さないといけないと。なるほど。皆様32とかじゃないので、一応54までございます。
だこの前はね、もう、はい、バンゼロはど真ん中しか空いてなかったからゲロ圧来た。あら、え、ゲロ圧来たんだけど。なんだなんだ。え、初見です、しかもこの演出。初見さんいらっしゃい。初見いらっしゃい。行きましょう。え、最強あんじゃないのこれ。え、最強あんじゃないの。あったあったけど AT 中にあったで、ね、よかったけど嬉しい。そうなんですよね。サンキュ ー初じゃないですか。 USA 図柄サンキューということで、おめでとうございます。158回転でございます。青奈良ですね、ステッキで。ここからのまああのジャクチェお弁当箱最強チェリーは10ゲーム以内で告知が入りますんで、はい、モード移行なんですよね。最強チェリーのは融合されてるのかちょっとまだね分からないと。うわーかっこいい、かっこいいね。あーじゃあズドン、ヤオーヤッホー、楽しそう、ヤリフーシンさんです。シンさん出てきました、ありがとうございます。僕俺シンさんめっちゃ好きで。あ、そうなんですか。あの人ねもう50ぐらいになるじゃないですか、はい、でも子供のようにパスロ楽しまれてるんで、はい、ほんと伝わるんですよ。あの人がパスロが好きなことをすごく動画でわかる、はい、うんうん、そういう人僕好きだから。なるほど。おい、はい、25%、うん、俺に、うわー素敵、超来たよ超。おー超でサンキュー、超でサンキューかい。いきなり4分の1取ったかい。3ゲーム目、はい、4ゴー。まあ、これでも90パー以上だからね、超入ったら。あ、6、うん、ここや、ここや、うん、7、はい、なんかあるだろう。何もない、怖っ。あー、無演出、ブラボー、おめでとうございます。うん、ありがとうございます。最高だね。はい、40ゲームで終わりましたけども、春でですね AT 入りましたんで、はい、ありがとうございます。はい、リベンジマッチでございます。とお願いいたします。ありがとうございます。これ最強チェリーからなのでモード移行がどうなるかなんですよ。立花さん引いた時どうでした。いや特に何も感じなかったような気はしますね。うーんだな、多分 AA でしょ。 A で当ててまた A っぽかったから、これでぶっ飛んでくれたら嬉しいな。おーやっち、ヘイはあっちよ。あ、ということで一角の強烈役で強チェリー、ありがとう。20ゲームでおお真っ赤っか、うん、50杯以上ほいほい。で まずはここは確定。どさっとどさっと、ありがとう。足んない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 、え、弱えんだけど。おーおお30ゲーム以上、ありがてー。めっちゃ楽しそう。始まったじゃないですか。あ、終わった終わっちゃった。終わったけど90乗った。え、じゃあ70だ、うん、十分です、十分。暗算できなかった。楽しんでおりますけども、やっぱ足らないのは特化存在。私童貞でございますんでね、絶頂ドリーム童貞を卒業、卒業式を今日でお願いします。超プレジデントボーナス、ね、あ、それも童貞ですんで今日超プレジデントボーナスもお願いいたします。卒業式煽りがなんか早めに来ましたけど、今うーこんなパターンあるんだ。ベルナビで、うわめっちゃ嬉しい。ファンタスティックアルブラシ、なんか下出ました、出ない。でもね一応天国行きましたね。まあこういう感じですから、皆さんとちゃんと推測を行ってやっぱりねいい台にたどり着く、それが上昇軍団のノリノリ団でございます。すごい、はい、上昇軍団でかつノリノリ団なんですか。黒バラと混ぜてみました。大変、黒バラと混ぜてみました。上昇ノリノリ団いや残念だ、天国ねえわ。あらまあ、ねえべやねえべや、やっぱ優遇されてないんですかね。優遇しとけや間違いない。うん、おっロック、今ロックしてたな、してたべおいおいおい、あらチャンス目、綺麗。これで1枚取れますんで、
はい、100。ありがとう。100、うん、20です、うん、バリバリの20でした。びっくりしました。100。噛み合った時の気持ちよさはもちろんありますけど。そうなんすよ、噛み合わなかったね。うわ、来ない。ね、本当何もできなかった時が一番苦しいから、中髪はね。500じゃねえや、734枚ですね。これ引き継ぎでございます。まあないでしょう、うん。いやー、だいたいプラス500枚ぐらいにはなりましたが、なりましたがですよ、なんか引いてんな。おーい、おーい、あらららか、チャンス目。あ、そこ発展なんだけど。あら、え、マジで終わった瞬間これ当たるでしょ。わお、あれでも弱だな。え、これ強いでしょ。でもいや、直はさすがに、さすがにじゃないですか。まあ状態に関して、まあ、そのナイトクルーズとか、まあ、超広角で終わるとそのまま状態も行きずで超高とかあるんですけど、はい、これまあ全直経由か。お、やっぱ、リノさん終わって1、2ゲーム、リノさん。いやでもさ、これは前向きに、前向きに考えようよ、ね、そうですよね。で、ちなみにですけども、はい、今引き物抽選受かってた場合に関してはこれ今ボーナス出た後ですね、これ消化後に出てくるっていう形になります。あ、そうなんですね、はい、消化後なんですね。そうです、ボーナス消化後になります。いやいや、いいんだか悪いんだか、いいんだか悪いんだかな、いいでしょう、当たってんだから。そうですよ、うん。今じゃない、レア役、今じゃない、今でしょじゃない、じゃないです。503ゲームから9万のチャンスゾーンです。追加投資ありまして、総投資が1万5000円。今よ、引くならここだから。はい、9万、引いてるね。チェリーをデカプッシュいただけます。申し訳ない、本当にすいません。おっと、隣の方も当たってんすよ。あら、申し訳ない。なんか謝ってる。いや、また AT 10% 取りました。あ、おめでとうございます。隣の方いっぱいいてんのに当選しねえでよ、俺ばっかり当たりやがってよ。笑ってくれたよ、隣の方は笑ってくれたよ。チークショー、優しい方、なんてやったゲーム現場なんだ俺。さ、こちらもボーナス2回目です。革命であれよ。あ、なるほど、まだわからないということですね。決戦ボーナスです。まあ、朝にからずっと出ねえな。6分の1ですかね、6分の1か7分の1ですね、構成停止さ、うん、はい、よし行きましょう。5分の1で超高スタートだぜ。こ、あ、来た来た、よし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 、来たよ、よし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 、通常より戻った、回復って、頼む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 、一生の願い、今日の一生の願い、トランク2回、トランク2回が3回、今日の一生の願い、もう頼む。お、15、あー超えた超えた、あー終わった、くっそー、いやー、これは痛い。はい、か、楽しめてます、楽しめませんでした。ストレート負けで、ファールと、いや何もいけなかったな、超広角とか関係なしに50ゲームない、何もいけねえんだけど。で、ここ行かないね、うん、やっぱり50だからあんのかな、これ。おお、あるんだけど、おーおーおー、何置き、天国ですか、これもしかしたらですけど、ちょっとわからないんですが、天国というか50ゲームなんで、50ゲーム消化して2セット目でできてるんで、多分天国じゃないと思うんですよ。複数ストック的なことですか。それか、あの先ほど引き戻しに受かっていてその分が乗ってるとか。なるほど、いや分かんないんですよ、そこら辺がね、解析も出てないから。あー、どうだ、お、熱っ熱っ、当たった、いや、解けましたか、天国だ、うー、しかもこれ良かったっすね。だって AT 終了して32ゲーム以内のボーナスであれば1セットついてくるのに、はい、セット数持ってたからこそ届かなかったけども、リスク獲得
に至ったってところなんで、めちゃめちゃタイミングがいいというか、素晴らしい、いい噛み合わせ、ありがてー、あ、ブルーレジェンド、ブルーレジェンドください、うん、おい、赤十分、うん、情熱の赤でございます、いきますよ、開封の儀でござるよ、よ、色、色次第です、この後、うわー、ブルー、ブルーなんだな、あとは鏡ガールズの人数次第なんですけども、まあ二人がデフォなんで、それ以上、うわ弱え、これはあれかな、ワンセットでしょだな、だだだだということで50ゲーム上乗せでございます。こちらは3枚目入りました。おいおい、前回と一緒じゃねえかよ、ちょっとペースは、そうですね、似てますねペースは、でも今のところチャンス鈍感ははまってないんで自分の腕でなんとかこじ開けていくしかない、言い聞かせてんな今、はい、なんか嫌な感じは漂ってるんで、ちょっとこじ開けスタイルでいけます、そういうことですね、はい、てか上乗せがちょっと弱いな、私ジャックチェリーが足りてない、ジャックチェリー、うわー言ってたそばから、ジャックチェリー、あ、ジャックチェリー、ありがとう、この銃はでかいよ、でかいでかい、これで、天国分はフォローできますね、ありがとうございます、ちょっと待って、チップが真っ赤っかだったけども、けどもけどもけども大チャンス来た、頑張れー、二度目の大チャンス来た、応援することしかできない、頑張ってください、あと残り10ゲームしかない、これいやマジでトランクだ、頼む今日の一生のお願い、あれさっきも言ってたな、トランク今日の一生のお願いが2回目、トランク5回強欲、5回強欲、頼む今日の、おーいたよいたよ、で中押ししちゃうよ、でトランク引いたよ、トランク一番みんなが引きたい、鏡打ってる鏡キッズたちが一番引きたい子役引いたよ、で25倍以上、あ、ちょっと弱いけどね、よかよかよか、あのまだあの5回って言ったんであと4回足んないよ強欲なんですよ、だから、うん、4回足んないからね、あと4回、はい、ああ楽しいな、楽しい本当に楽しそう、終わっちゃった、あら、いやいいでしょう、1回トランクで乗っただけでも、うん、ハッピーハッピー、190ゲームから、京都チャンスゾーンなんですが、アキラも来ます、3人ですね、これ外せないやつですよ、追加投資ありましたが2万2000で落ち着いてます、行きましょう、で3人で外したこと何回もあるんですけど、外れで取ってますね、お、リーノさん、リーノさん、お、私この台すごく知ってる、お、私この台何回も打ったことある、カズレで当たったらもうあんたおしまいよ、私こういう台何回かでやったことある、あんたジグザグするやつよ、それ、うん、それあるね、とりあえずやってみます、やってみてね、はい、当ててね、私、はい、ただの1100枚でドリームカムザーゲン取りましたんで、 ありがとうございます、いやこれでね 50%、 はい、逃げ戻したるわ、お願いします、タルタルさん、もうねプチュンで、はい、プチュン、プチュンがここ光るかね、あとここが光ったりとかね、いろいろあっから、あっからさ、あっからさ、ここで強調引いてたんだありがてー、サンキュー、あら、戻しましたか、はい、戻しました、強チェリーでバチコリと戻させてもろいました、おめでとうございます、もろいましたんで、ありがとうございます、はいはい、前回は AT すら取れませんでしたからね、うん、1570枚でございました、あ、また残しちゃった、え、ちょっとあと3枚、あと2枚やりました、いった、はい、無事に AT ゲットです、よかったよかった、
3の2で AT ゲットしてます。行くよ、もう全レア役で取ろう。行っちゃって行っちゃって、レア役。よし、1個取れました。おい、まだ分からない。おい、行くよ。次、君はそうだ、きっと違う。そうだよ、6だよ、6、うん、ね、そう、そういうこと、そういうこと。自信持って、あなた6だから、きっと、知らんけど。ここでおー、ちゃんと引いてるね、やるじゃないか。あと1回、え、マジ、はい、え、マジで、マジで頑張って。いや、頑張ります。次もレア役で取る。ちょっと見に行こうかな。待ってますよ。ちょっと行くか、ちょっと行くわ、はい、残り1ゲームなんで。ちょっと行くわ、やりますね。応援の義もね、はい、込めて、はい、頑張ってよ。チェリーでいいよ、チェリーで。あんたかかってるわよ、今日3900。おい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 、やりました。やる、やっとです。やってんな、立花リード、やってんな、やってんな。これはちょっと楽しくなってきましたね。あんたやってんな。やりました、リードさん。ちょっと、しかも腹蹴り。いやいやいや、もう、ええ、あん、全部乗せやん。あんじゃん。あるかもしれないですね。50度前ですけど。てかもう、あるんですか、ね、6だろ。ほぼほぼ高設定なんですけど、これちゃんと伸びたら。はい。しかも一発腹切り入ってる。はい。そうなんです。やってんじゃん。やってます、完全。やりました。サッキー！マジか。来た。ウィン。なんか食べてる。かわいい。かわいい。嬉しい。彼氏募集中。嬉しいです。彼氏募集中です。ありがとうございます。はい、ここからじゃあプラス3900枚まで持ってきましょう。あと伸びるだけよ、はい、うん、任せなさい、任せなさい。あ、いいね、ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。応援に来てくださったからだ。整ってますね。はい、整いました。クールダウンさせていただきましたので、あとは伸ばすだけ。おっしゃ、いくよ。あ、楽しいな。もうそうやってさ、いつもさ、キンキラキンキラしててよ、ね、あ、いいね、いいね。あんたさ、このハードルが高いからすごく好き、うん、すごく好きよ。すごいね、裏を返せばホストにどっぷりハマる女みたいな感じでね。、うん、よかったです、まだこっちの沼で。いや、よかったね、本当に、うん、ダメよあんた。はい、 OK、 いった。これは違う、行きました行きました。てかあんた高設定じゃないか、それ。ちょっとごめんなさい、なんかミミズとか言っちゃって。本当にやだ、私が本当に下手だっただけじゃない。え、大変申し訳ございませんでした。そうなんだよな、そうなんだよ、超入れたらもう一発か二発で決めないともう無理なんだよ。もう一回は無理ですからね、うんうん、無理なんだよ。大丈夫だよ、90%カワクベロシ。はい、いや、絶好調でございます、今のところ。いや、本当に高設定あります、リノさん。腹切り2回目。もうか、もう、もうそれはもう6よ、ほぼほぼ、あんた6よ、ほぼほぼ4以上です。2回とも50ですけど。おめでとう、来たぞ、来たぞ。おめでとう。いや、でも時間内にコンプリートしてみせますよ、本当に。間違いなくこれはできる台だ。そこ腹切り開いてまだ1000枚とかね、はい、2000枚もいってないのに、はい、ないですよ。もうコンプのこと考えてる。考えてますよ、これが立花リノ、うん、です。7セットで2回腹切ってるんですよ。さすがだね。これはありますって。毎度収録店舗様ではこちらでございます、オリジナル T シャツの販売になっております。立花さん、これ、はい、おいくら万円だい。なんと安い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 。ぜひ皆様遊びに来ていただきたいと思いますので、はい、また次回の配信もよろしくお願いします。それではまた次回、さようならじゃなくてサンキュー、サンキュー。